家でじっとしてらんないんで球場に遊びに行くだけなんですけどね。数々の記録を打ち立ててきたメジャーリーガーイチロー。その陰で素顔の鈴木一郎は苦悩の日々を送ってきた。一郎は保育園の頃からプロ野球選手を夢見ていた。小学校3年生の時本格的に野球を始める。毎日日暮れまで父親と練習、夕食の後バッティングセンターでまたバットを振った。ボールを弾き返す、そのことがただただ楽しかった。高校を卒業後ドラフト4位でオリックスブルーウェーブに入団。3年目仰木監督に見出され、登録名を一郎と変えた。レギュラーをつかむやいきなり大記録を打ち立てる。前人未到のシーズン210安打。一郎の名は瞬く間に全国に広まった。だがこの頃から一郎はある違和感を抱き始めていた。マスコミが描く天才バッター一郎のイメージは21歳の鈴木一郎にとってあまりに重かった。その苦しさから逃れようと常軌を逸するほどの厳しいトレーニングに明け暮れた。ヒットを量産し続ける一郎、さらにヒートアップする世間の注目。一郎の名前だけがどんどん巨大になっていった。次第に一郎は人目を避け部屋に引きこもることが多くなった。もう人が通ると必ず帽子をかぶってたんですけど、あのベースボールキャップをかぶったんですけど、ぶっとこう下を向いてしまう自分がそこにいたんですよね。それなぜかは分かんないですよ。もう条件反射的に下を向いてしまう。首位打者は取って当然。その期待が重圧となって一郎にのしかかった。来年も頑張ってと言われるたびに背筋が寒くなった。追い立てられるように打撃の改良に取り組んだ。毎年バッティングフォームを変えた。気がつくとあれだけ好きだった野球を全く楽しめなくなっていた。次の年へのプレッシャーって当然かかるわけじゃないですか。でその、まあ、責任感とか、まあ、重圧ですよね。もうやってびっくりされるというよりもやらないことで驚かれる。純粋に野球をしてる感じってもう全くなかったですよね。もう成績を残すことだけ、その使命感に縛られて面白くはなかった。このままでは自分はダメになってしまう。一郎は大きな決断を下した。野球の本場アメリカに渡る。一郎はメジャーリーガーとして再スタートを切った。いきなり首位打者、そして MVP の大活躍。4年目にはメジャーリーグのシーズン最多安打記録を塗り替えた。
結果を求められる重圧は変わらなかった。重圧に苦しむ生活も変わらなかった。自らに課した200本安打という目標、毎年170本を超えると途端に打てなくなった。精神的に追い込まれ、食事の最中突然呼吸が苦しくなることさえあった。その中で結果を出し続けるためにイチローは毎年新たなバッティングに挑んだ。外から見れば軽々とヒットを量産するスーパースター。しかし素顔の鈴木一郎はずっともがき続けてきた。そして2007年、一郎は一つの決意を固める。重圧にただ耐えるのではなく、正面から重圧と向き合う。プレッシャーはかかる、どうしたってかかる、逃げられない。だからもうかけようと、今年そこをテーマに僕はしたわけ、それが来たらそれから逃げないと。俺は マスコミがね作り上げたイチローっていう、それと